はいどうも、おもチャンネルんです。今回はこちらですね。今回ね、初めてねボックスで買ってしまいました。食玩のサウンドライダーカシャットシリーズの02番ですね。はい、食玩の第2弾ですね。まず外箱をねボックスで買うとこんな感じ、緑色のシンプルな箱ですね。さあ、では開けて中の方どんな感じで入ってるのか見てみたいと思いますね。パカッと開けると、おお、すごい、めちゃめちゃぎっしり詰まってますね。全4種類で8箱なんで、それぞれ2個ずつ入ってます。で、まずこの一番上から見ておきましょうか。これはね、デンジャラスゾンビカシャットですね。パッケージがね、もうかっこいいです。いやー、社長いなくなっちゃいましたけども、やっぱりデンジャラスゾンビかっこいいですね。で、他の面はこんな感じになっていまして、この面にはラインナップ全4種が書いてありますね。さあ、ではそれぞれ1つずつ取り出しまして、それぞれの中身や音声見ていきたいと思います。ではラインナップ順に行きましょう。まずは1番の爆走バイクからか、これから行ってみましょうか。表面にはガシャットと今はいなくなって寂しい仮面ライダーレーザーがプリントされてます。で、箱の他の面は側面、まずこんな感じで、裏面には遊び方が書いてあります。爆走バイクの音はここに書いてある通り4種類。1番目爆走バイク、2番目レベル1変身音、3番目がレベルアップ音プラスレベル2変身音、4番目が仮面ライダーレーザー。さあ、それでは開けて音声とか外観とか見ていきましょう。お、なかなかクオリティ高そう。では中身見ていきましょう。はい、登場です。はい、まず全体像こんな感じです。かなりいい作りになってますね。さあ、では最初から比べてみますけども、まずこれがガシャポン版で、こっちがデラックス版。ゲームのねラベルの面のクオリティはね、結構デラックス版に近い感じで、いい感じのクオリティになってますね。ボディカラーもねかなりデラックス版に近くなってますね。で、端子の部分はガシャポン版にかなり近い作り。表面にこれが裏面ですね。シルエットのカラーはガシャポン版よりちょっと控えめの黄色です。では音声の方も聞いてみましょう。音声は4種類ですね。まず1音目、2音目、3音目、4音目、最後のライダー名を名乗るのが、このガシャポン版にもデラックス版にもないので、食玩版でしか聞けない貴重な音声が収録されてますね。ちょっともう一度聞いておきましょう。かっこいいです。で、音のクオリティ自体はね、ガシャポン版よりはスピーカーがねかなりデラックス版に近いものがあると思うんで、ガシャポン版よりほんの少しだけ品質がいい感じです。さあ、ではデラックス版の連動音声は後にして、他の食玩ガシャットも見ていきましょう。続いてはドレミファビートガシャット。箱はこんな感じになっていて、裏面はこのガシャットの音声の種類が書いてあります。ドレミファビートは3つですね。ガシャット名とレベルアップ音声、そしてライダー名。さあ、それでは早速開けてみていきましょう。あ、ドレミファビートもなかなか出来は良さそうですね。はい、まず全体像はこんな感じになっていますね。これもかなりクオリティが高くて、デラックス版と並べるとパッと見た感じ、表面を見てもあまり違いはわからないです。ラベル面はよーく見ると色が若干薄いかなっていう感じですね。ボディのカラーはほぼ同じだと思います。で、端子の部分の品質はやはり違うものがあって、表面にこれが裏面ですね。シルエットの絵は黄緑色で描かれてます。さあ、ではとりあえず単体の音声を聞いていきましょう。まずは1音目、2音目、3音目。あ、やっっぱね、ライダーの名乗り音声はいいですね。もう一度流しておきましょう。デラックス版の音声にある、このスクラッチ音がある音声が鳴ってほしいところですけども、さあ果たしてね、デラックス玩具と連動した時にその音は出るんでしょうかね。また後で試してみたいと思います。で、続いて3つ目はドラゴナイトハンター Z ガシャット。さあこれはどんなクオリティになってるんでしょうかね。まず箱は側面こんな感じで、裏面はこうなってます。音声の種類は少し寂しいですかね。2種類になってますね。さあでは早速中の方を開けてみていきましょう。さあドラゴナイトハンターはどんな感じですかね。さあでは全体的にはこんな感じ。表面に裏面です。まあ手に持った感じは割と作りはこれもかなりいい感じになってますね。ガシャットの構造はやはりね、継ぎ目がない分ガシャポン版よりはデラックス版にかなり近いです。ラベルの印刷品質もかなり高いですけども、ただ僕のだけでしょうかね、若干作業工程が荒いんですかね、シールがずれちゃってます。これは少し悲しいかな。で、端子の部分はこんな感じで、シルエットはシルバーで描かれてます。これはガシャポン版と同じような感じですね。それでは単体の音声鳴らしていきましょう。まずは1音目、2音目、音声の部分はね、ガシャポン版とほぼ同じなんですけども、2音目の最後のちょこちょんっていうところが若干違います。ではちょっと聞き比べてみましょう。まずは食玩版からいってみます。1音目は一緒なんですけど、問題は2音目ですね。まず食玩版。最後のシャキーンっていうところですね。ガシャポン版いってみます。こんな感じでほんの少しだけなんですけども、食玩版の方が音が長くなってます。では続いて4つ目、デンジャラスゾンビガシャット。今回の食玩版はね、本当に2人もねいないライダーのガシャットが出ちゃいましたね。すごい、本当にこっちのデンジャラスゾンビの方はすごい寂しいんですよね、最近。で、箱の側面こんな感じで、裏面はこうなってます。デンジャラスゾンビも音の種類は少し寂しいです。デンジャラスゾンビとレベル X の変身音の2種類です。さあでは早速中の方を見ていきたいと思います。デンジャラスゾンビかっこよさそうですね。ではまず全体的にこんな感じ。表面に裏面、やはりデンジャラスゾンビ真っ白のボディでかっこいい仕上がりです。で、ガシャポン版はね、僕ねちょっと持っていないんでデラックス版との比較になるんですけども、ボディのカラーはね、ほぼデラックス版と同じような感じになっていて、ラベルのクオリティもかなり高いものになってます。で、端子の部分の表面に裏面ですね。シルエットはシルバーで描かれてますね。ではこちらも単体の音声聞いていきましょう。まずは1音目。2音目。なかなか2音目かっこいい。1番目の音声がデラックス版のように、この最後のギターの音みたいなのが入ってたら本当に良かったんですけど、こんな感じで名乗るだけなので少し寂しいですね。はい、これで今回の食玩のガシャットのラインナップ4種類の単体音声の確認は終わりました。こうやって見ると全体的に今回のラインナップ黄色いというか白いというか、なんかすごい色的に偏ってますね。ではでは最後にデラックス玩具との連動音をそれぞれ確認していきたいと思います。ではまずゲーマードライバーを使って爆走バイクから行ってみます。続いてドレミファビート。続いてドラゴナイトハンター Z。4つ目にデンジャラスゾンビ。次に全部同じだと思いますけど、決め技ホルダー。そしてバグルアップも言っておきましょう。そしてラスト、こいつはぴったり合うと思います。はい、ということで今回は仮面ライダーエグゼードの食玩ライダーガシャットシリーズ02を紹介しました。それぞれパッと見た作り自体はかなりデラックス版に近いものがあって高級感はあります。で、肝心の中身の音声はどちらかというとガシャポン寄りで割と控えめな音声ですね。まあ、1個ね、だいたいお店で買うと500円くらいなんで、ガシャポン版と同じぐらいの値段で好きなものを選んで買えて、なかなかいいクオリティなんで、結構小さめのお子さんとかには食玩ガシャットシリーズ割とおすすめです。ワンコインでね、楽しめるガシャットとしてはかなりいいものだと思います。ぜひね、気になった方はスーパーのお菓子コーナーで探してみてください。ではでは今回はこの辺りで、おもチャンネルのタルでした。皆様のチャンネル登録、コメント、評価、どんどんお待ちしておりますので、よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。ごきげんよう。さよなら。バイバイ。